はい、どうも、ミキです。前回から多分お話ししようと思ってたんですけど、向こうに行ってた1年間の、そのお金の話ですよね。ちょっと具体的な金額は、さておき、いろんな方が聞いてるんでね。僕のこの辺の地元の方とか、多分前のオーナーさんとか聞いてるんで、ちょっと、具体的な金額は言えないかもしれないですけど、できるだけそれに分かりやすいような感じで伝えていきたいと思います。去年の7月に行って、7月、8月と、前のオーナーさんの下で働いて、お給料を普通にもらって働いてて、9月からですね、自分のお店として買い取って、9月の1日から自分で営業を始めて、9、10、11、12、1、2、3、4、5と9ヶ月間ですね。実際自分で営業して、自分のお店回してやってたんですよね。で、9月、違うな、9月前に 7月に向こうに行った時点で、銀行の中、貯金額が、どのぐらいでしょう。日本円で言った方がいいのかな。日本円で多分言った方が早いと思う、簡単だと思うんで、特にこっちにいる人たちも分かりにくいと思うんでね。日本円で言ってきますと、大体、どのぐらいかな。500万ぐらいですかね。銀行の中に、僕の自分の銀行の中に500万ぐらいあって、で、結局9月にお店を始めるときに、いろんなパーミットだとか、ライセンスだとか、必要なものの出費がかさんで、銀行の中の残高が多分100万円切ってたと思うんですよ。で、営業始めた時はね。やばい、こんな出るんだって、こんな、なんだかんだ。ね、あれって、その結局、店のね、その、券とかも買い取って、それが900万ぐらいだったのかな。900万ぐらいで買って、で、始めて。で、最初の月はちょっと大変だったんですけど、2ヶ月、3ヶ月、ちょこっと溜まってき、3ヶ月ぐらい経って、ああ、なんとかなんとか、4ヶ月ぐらいになって、おお、5ヶ月目になって、おお、そうかそうか。で、半年ぐらいになって、悪くないね、みたいな感じだったんですよね。で、結局、その、5月の終わりに、5月31日のお店をね、手放して、新しいオーナーさんが買ったんですけど、その、ね、買った金が大体、僕が買ったのが、900万で彼らに売ったのが800万と。100万円の損失だったんですけども、その100万円もカバーできるぐらいの、カバーできるぐらいの、なんて言うんでしたっけ、儲けが出てました。で、結局その、お店を買った時と売った時の差額の100万円をカバーして、さらに銀行の中に、4桁近い、お金が貯まってましたね。帰ってくるときに。今実際、戻ってきたとき。それを見たときに、ああ、もうこれ、じゃあ、地元に帰って向こうでもね、確かに物件とか高いですし、いろんな、本当に今アメリカ大変なんですよね。高すぎて全然手が出ない。本当に物価なんかも本当3倍から4倍ぐらい上がっちゃってきてるんで、救いがあるのは、持ち家があって、その、持ち家のその毎月の支払いが、他のね、こちらでアパートを借りたりとか、住むとこを借りたりする金額より全然低いってことですよね。30年の固定ローンなんでね。それが唯一の救いで、結局戻ってきて、今物件とか探してますけども、結局その、貯金というか、蓄えが増えましたんで、それで実際決断したんですよ。こっちに戻ってきてできるっていう、その、最悪ね、もうあの小さなね、店でも自分一人でやっていくっていう、ね、それでも家族と一緒にいれないよりは、一緒にいてね、笑いのある家庭でやった方がストレスもたまんないですし、っていうことで、決断して戻ってきたんですよ。いろんなこともありましたけども、そういう話はまたおいおい、していきたいと思ってますね。とりあえず今日は、ちょっと、どのぐらいお金を持ってて、どのぐらい、使って、どのぐらい貯めて帰ってきたかっていうことを、簡単に説明させていただきました。またチャンネル登録してない方はチャンネル登録していただいて、グッドボタンとか、コメントとかしてもらえたら、助かります。顔曲がってますけどね。顔曲がってて今ちょっと笑顔。これ笑顔です。できないんですけど、近いうち復活しますんで、それまでお付き合いください。それでは失礼します。ごきげんよう。